さーて甘子、こいつの釣り筆調べで手伝ってやろうぜ。あるはずの糸がない。だったら竿と魚を線でつないで糸を描いてやりゃいいってことだ。なるほど。魚と釣り竿を筆調べで結んで魚を引っ掛けるのじゃ。うまく引っかかったら左スティックで魚を逆に引っ張るのじゃ。そこらへんも私やんなきゃいけないの。あまりに力を込めて引っ張りすぎると力ゲージが赤くなり体力が減っていく。魚の様子を見ながらバランスをうまく取るのがコツじゃ。魚を引き寄せたら画面にボタンが表示される。すかさずそのボタンを押せば水面から魚が飛び出すぞ。飛び出した魚には一線をお見舞い。これを繰り返せばいかなる大物を釣れ。できるかな、まあ、とりあえずこんな感じ。あれ、竿と魚はこう、ばば、魚がかかったよ。坊主気をつけな。力いっぱい引くだけじゃ無駄に体力を失うぜ。だましだまし引っ張って上手に魚を引き寄せるんだ。はい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 。はいはいはい。四角、あ、間違った。一線か。ここでむずっ。よいしょよいしょ。ほいほい。丸、エビかこれ。ザリガニ、ザリガニを釣り上げた。はいはいはい何でもいいのかな。あれ、うまくできないな。魚、はい、よいしょ。繋がんないよ。お、いいね。はい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 。ほりゃほりゃ。お、なんだこいつは。メダカを釣り上げた。メダカにしてはでかい。でっかいの来ためっちゃでっかいの来たわ。はい、よいしょ。あれ、ダメか。ほい、うまくできないな。よしよし。こいつはでけえぞ。主か。ほいほい。なかなかこっちに来てくんないね。ほいほい。お、来たな。丸よ、なんだこいつ。あ、ちょっと待って。やーん、できなかった。ほいほい。よいしょよいしょ。お、来たか来たか。はいはいはい。こっちこっちこっち。よっ、一線。大鮭を釣り上げた。主ではないな。鍵は全然拾えないけど。すごい大物が釣れたね。こいつが鍵持ってるん？あれれー、これは遺跡の鍵だ。釣り上げた大物の口からポロッと出てきたよ。これで遺跡に梅太郎を助けに行けるぞ。よし、じゃあ今度こそ逃げたりしないで遺跡の奥まで。ああ、ワンコ、何するんだよ。へっへ、粋なことするじゃねえか、甘子。ガキに危ない真似をさせたら狼様の名が廃るってもんだ。さて、そのツタマキ遺跡のやらに迷子の犬探しとしゃれ込もうぜ。ほう、なるほど。怒っていって怒ってるけど、どこだ。よいしょ、持ってるね。まだどこだっけ。あ、そこだね。え、もう入っちゃっていいかな。よし、はめた。おお、開いたね。これ鍵どうやって取ったんだろうな。さて、迷子の犬ころを探しに行ってみるか。でも実はオイラ、もっと気になることがあるんだけどよ。ここは大昔から誰も入ったことのない遺跡なんだよな。ってことは、この奥には何かとんでもないお宝が眠ってたりするんじゃねえか。ふふふふふ。まあそれはそれとして一丁行ってみようぜ。ああ、どんなことになってるのか。にしても筆神様いないね。ツタマキ遺跡、なんだあれ、飛んでるやつ。そしてなんか毒っぽい毒っぽい感じがする。ずいぶん奇妙な形の石像だな。あんなに苔むして大昔から手つかずのまま放置されてたようだぜ。それにしてもあの気味の悪い水の色はなんだい。甘子、いきなり水の中に飛び込んだりしないで。一応桜花でハスでも変えて様子を見ちゃどうだ。落ちない方がいいってことね。とりあえずセーブ。はい、セーブしました。ちょっとレベル上げようか。幸玉結構溜まってるよね。胃袋、お財布はまだ持てそうだから、太陽気と炭を増やしておこう。次200も必要なのか。はいはい。でこっち行けるけど、なんだこれ、なんか手ついてない。おっと、こいつは頑丈だ。お前の石頭でも無理無理。あんれ、この壁今プルッと動いたような。手生えてるよ。そんなわけねえか。寄り道せずに先に行こうぜ塗り壁、寄り道せずに先に行こうぜ。これはさ、あ、やばい、一撃か。マジか。ほい、ダメじゃん、いけないじゃん。はぁ、うわうわうわ、ハスの花も咲かせらんないじゃん。え、なに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 、なんだあれか。とりあえず宝箱、神通力の強化。はい。神通力の強化。緑をよみがえらせ、動物と触れ合うとき、その癒しの力は幸玉として現れる。その幸玉こそが神通力強化のみの、あー、うん。うんうん、知ってる知ってる、今やった。これよパーッと満開にするなんて、お前どう、あ、満開にすりゃいいのか。こう、はい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 、旅のお守りを手に入れた。道中の安全が祈祷されたお守り、使用すると神格が1つ上がる。これ毎回説明してくれんなあ。なるほど。ほい、こいつはこうやってこうすりゃいいのか。はいはい。でこれも咲かしてあげるのね。名手鋼の魂を手に入れた。堅牢な鋼の心意気が宿る酒、一定時間防御力を上昇させる。はいはい。そこにもなんかあるぞ。花器を手に入れた。花をただ飾るにあらず、本末転倒、飾らるる花より美しき器花よりも美しいってことね、器が。お、先行けるね。あー、危ない危ない危ない。ほい、よいしょ。で、咲かす。よし、オッケーオッケー。で向こうにもいるね。はいはいはい。飛ばしてこないな。来た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 。よいしょ。この位置からできるか。はい、できたけど落ちちゃったなそこ登れないしな。あー、ちょっと待って、ハスかけばいけるか。うん、よっ、よしいけたね。ほり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 、よいしょ。オッケー。でこっちかな。この奥にさいの目があったりすんのかな。んよっ、香炉を手に入れた。疲れた体をリフレッシュ、お香の匂いを妨げない機能美。他はないから、ここはジャンプかな。あれ、うまく、よいしょ。なんだ、何も喋らんぞ、特に何も喋るわけじゃねえな。ここにハスの花を描いて、よいしょ。一発でいけるかな。あー、微妙かな。もう一個近くに、よいしょ。でほい、よしいけた。んでほいしょ、いけたね。でこっち、あ、なんか変な玉みたいなのある。名手鋼の拳。はい、これは調べる。なんだいこのまん丸岩は。この岩、見た目によらずずいぶん頑丈にできてんな。こりゃ押しても引いてもびくともしなそうだぜ。え、そうなの。ダメ。一戦無駄。ああ、まあじゃあほっとくか。なんだこれ。わっ、敵。あ、なんじゃこれ。鬼しび。おいよっ、あれどこ行った。おい、よし、隙を見せたぜ。早速筆調べだと言いたいところだけど、こいつ大層なカラーを着てやがんな。このまま攻撃する前にまずは殻をパーッと開かせる方法はねえか。あーはい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 、開かせる。オッケー、なんか出た。この状態で一戦はあー効いてるね。これもダメ、無駄って出るかな。よいしょ、すげえ時間がかかるな。よいしょ、ほい。あ、無駄だぜ甘子、殻を攻撃しても弾かれちまうわ。はい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 、分かってる分かってるはい、で一戦まだこう、よし倒したー。討伐時間はボンだね。お、なんだなんだ、戻ったぞ。あれやっぱサイド目の弾っぽいね。どこに持ってくんだろう、こっち？ここじゃないの？間違った。あー、ここに弾を置いとかないと閉じちゃうのね。はい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 。オッケーオッケー。ちゃうちゃうちゃう。よいしょよいしょ、はい、いったよし、はいはい、これ埴輪かなこんな奥に犬いるの？んまた出てきた、2匹も出てきた。よいしょ、痛い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 。とりあえず1匹ずつね。よし、丸。一戦もう一発、一戦。よし倒したね。お、上の、あー痛い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 。ほい、一定数攻撃を与えないと。はい、こう灰色になってくんないんだね。よいしょ、一戦もう一発、一戦。よし倒したー。はい、竹なんだあれ、キノコ。はいはい、調べる。こりゃまた随分とでかいキノコがあら。このキノコ、こんな薄そうな場所にポツンと置かれてかわいそうによ。おテント様の日差しでもあれば気分も晴れるだろうにな。あーなるほど。えん、じゃあここら辺に書いてできる。おテント様、空空空空空、あった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 。こう、おーおーおお、成長したはあとこっち側は何もない。でもここ行けんだよな。よいしょ。あ、アイテムか。ほい。いや、あれだね。やっぱ2回調べなきゃダメだね。で、これにどうやって登るんだ。ほい。よっ。いけた。よいしょ。落ちる落ちる。ほいしょ。ほい。これ何？なんでもないの。あ、ここは手か玉が使えるけど。はい。この先には何もない。あ、あった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 。こっちで合ってんのか？全然犬っころはいないけども。なになに？あ、あまこ、ちょっと待ってくんない？さっきのでっかいキノコ、あれからどうも鼻がムズムズしてよ。ファファバクショクチクショイあ嘘、バカバカバカ、ちょっと戻れなくなっちゃうじゃんうわー、ひどいなあ、なくなっちゃったいいっすん、いい加減にしてよ。あ、なんか埴輪がある。鍵？なんか生きてるじゃんこいつ。なんだいこいつは。薄気味悪い錠前がついてやがるぜ。こいつはただの錠前じゃねえな。強い容器が伝わってくら。え、こういうのできない？ダメ？バンってやってる間にもう一回。ダメだ腹立つなー。どうすんだ？こっち側行けるか？この埴輪届くかな？いいよー。うわー、落ちちゃった。どこまで落ちちゃった？ん？ぬーん、当選棒。オラの名前は当選棒。一度通さないと決めたら絶対通さない。万人で通してるんだ。あれ、いや通さないだっけ？ともかくオラの鉄壁の守りを破れると思ってるだか？無理だ無理だ、この体には大砲だって効かないだ。たった一つオラに弱点があるとすれば教えてくれんの？どんな妖怪でも一撃で死んじまう経絡機構を突かれることだけんども、そんな弱点をあからさまにさらす間抜けな妖怪はいないだよ。さあここは絶対通さないからあっちへ行くだよえ、頭突きできるの？あ、こことここ、あたもしかしてオラの経絡機構バレてただか？そっか、じゃあ散り際くらい派手に行くだよくわからん。なんだなんだ、なにこれ。調べる。これは揚力を払う浜屋みたいだけど、浜屋にしては切っ先が鍵みたいな形になってら。まあどっちにしろこいつから揚力を退ける神聖な力を感じるぜ。あー、上にかかってた錠前に使うのかな。そこ開いたけど、もしかしてセーブできる？あ、そうだね、セーブしとこう。はい、セーブしてきました。でこれを加えて上に上がってきゃいいんだね、きっと。よいしょ、上がれるか？よし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 。怖い怖い怖い、狭い狭い。これはただの埴輪なのか。はいはいはい、よいし。あ、なんだ、イヤイヤしてるあはは、開いたー。よしよし。わあ、なんかドロドロしてるよ。敵がいる。戦った方がいいかな。はい、痛い痛い。よいしょ、違う。ほい、ダメだよ。あ、ダメだよし、はい、ズバッと。あれ、なんで下手なの私が。あ、無駄ってなっちゃったよ。はい、ズババババッと。え、なんでダメなのよくわかんないんだけど。はい、この状態でスポッ。よいしょ。あ、倒したね。あ、まだいるよー。ほい、え、どうして教えて、こいつの戦い方を。下手くそすぎるわ。とりあえずこれを咲かせてあげて、はい、浜札。よいしょ。あとはこっちから来たんだっけ？ほい、よいしょよいしょよいしょ。餌が手に入らんな。なんだ？調べる。この橋、ずいぶんと派手にぶっ壊れてんな。こんなもんお前にかかりゃどうってことないだろ。うん、こううまくさ塗りつぶす方法ないのかな。よし、あ、セーブということはボスが近いか。はい、じゃあ行こうか。この先、まずさ、こんだけ大変な思いして先に進んでんのにさ、ワンコウはこのどっかにいるわけでしょ。今出会ってないもんね。一番奥にいるんじゃないの。これを倒していかないといけないのか、もしかして。大変だなあ。やるぞ。まあ、ちょっと時間かかると思うけどみんな許してくれ。